いやーしょぼい中学生だと思ってねなめったらすごいやつだったできるやつだったっていうねしょぼいと思ったらしょぼくなかったっていうのはねあれはねありますねなんかそのそこそこの有名大学だってね2人で共通認識持って1人の方をね完全に足毛にしていたら全然そうじゃなかったとですごいところをなんか見て悟った時にこう,やってうなずいてね分かんないけどこうやってやったりとかね <laughs> それっぽいですねあれ,あれよく見てますねああいうところをね うん、あのジャルジャルってああいう風ななんか新しいジャンルのギャグだと思うんですよ特にズームを使ったギャグがすごく面白くってあれは多くの人がズームを使ってるからこそわかるギャグとも言えますよねうんあれがねズーム使う人が少なかったらあの笑いってのは半減すると思うんですけどもすごいですねあの面接に来た時にタメ口のやつみたいなのとかあんなのもね実際タメ口だったらなんかああなるんだろうなっていう、うん、なんかそんなところを感じさせます、ね、面白いじゃあ